さあ、プロスペース。はい。ということで、今回プロスペースですね。この前のね、コロナの影響で開催できなくてですね、スペシャルマッチを、斉藤和美とやってですね、負けるっていうね、ところで、佐々木どうなんだ実力っていうところでですね、今回はですね、久しぶりにリアタイの対戦を、していきたいなと思います。あとですね、最近リアタイが一回リセットしてね、もう一回、それまでランクが全部ね、もう一回、勝敗表ゼロからスタートっていうところでやってるんですけども、そこでの対戦を今日はやっていきたいと思います。その前にですね、まずは前撮影できなかったんで録画だけしてたガチャをまずちょっとお送りします。これ撮ってたやつ、録画してたやつ、ピースを狙え累計120枚達成の報酬です。ちょっと今年はこれついてんだっていうね、年末の福袋からねっていうところで、本当はねすごいのが欲しかったんですけども、なんと今回この S 契約書出たのがヤクルト西田キャッチャー好きっていうね、福袋でも伏見が太田で西田と、でまた今度ね OB ちゃん出てた人のガチャで佐々木聞くんですけども、キャッチャー祭りっていう、キャッチャーもいらないし、どうせなら城島欲しかった。でその後にバトースターコラボ記念プレゼントが来て、だから井上のねごっちゃしも欲しいなっていうところで、まあ誰でもよかったんだけどね、誰が当たるかっていうところでやったんだけども、でもなんかコンボがねいいらしくて、じゃんと平ね、これは新人王でも出るんで、今平の S3 枚持ってるんで A とかをね取って、平が新人王のベストナインタイトルホルダーに出て極みにできればね嬉しいなっていうね。さあということで、これからはリアタイちょっとやっていきましょうかね。さあということで、1試合目、さあ佐々木チーム、ザッキーチームはですねダルビッシュが先発ということで、相手はね大野です。大野いっぱい来る、大野、山岡、山本、めちゃくちゃ来るね。このツーシームにねつまらないで打てるかどうかっていうね、佐々木チーム1番センター丸です。まあもうインコースに来るだろうっていうね読みで、ちょっと早すぎた。まあでも今の感じでいいよ、タイミング的には、ね、これはボール、そろそろ遅いの来そうだね。 OK ゴッチ、ホームラン、読み通り、いいね。ホームランの次はねツーシームって決まってるんで、ビップさん言ってたんです。はい、連発、いいね。ホームランの後はツーシーム来がちっていうね、3連発いこうよ。さらに得点を上げ引き離しています。反応できなかった、スピードボールを持っています。カーソル合わしきれず、ザッキーチームの4番サード落合です。まあ落合さん最高よ、落合さんも。そう、2番 DH 柳田、3番ファーストビシエドです。いいよいいよ、選球眼いいよ。おー、ちょっと詰まった、いい感じだと思ったけどな。あー反応できなかった。お、相手の先頭もある。さあ高速カーブをこっから、これ結構見逃すんだよね。ほらで、スラーブ同じところからボールへ。オッケー、いいね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 。でスラーブ高め、これまたボール球、はい、オッケー、配球バッチリ。2番山田、スラーブ低めにボール、オッケー、よツーシームと見せかけてね、で同じとこからツーシーム、オッケー。バッターボックスは3番柳田、ツーストレートボール、ツーシームと見せかけてボール、でギリギリ高速カーブ、あちょっと甘かった、びっくりした。今度は同じとこからスライダー、これ振らへんな、で高めスラーブと見せかけてツーシーム、打ちました。オッケー、グッズ、ゴピッチ、ゴピッチ。6番セカンド山田テスト。あれ危険か、これネットワーク切断されました。
もうここはもう待たずに終了しよう。ね。2発。もうコールドだね。心折ったね。まあこれでね、まああれなんで、2戦目いきます。2戦目。さあ2戦目いきましょう、2戦目。VIP ってなってるよ、これ。先発大谷。え、これ VIP さん？嘘でしょ？ VIP さんかな？偽物かな？え、本物かな？ VIP ってなってたよ、今。え、VIP さんと俺対戦したことないけど。え、でも VIP さんこんな、大谷とか先発なのかな？何なのかな？撮影してんのかな？一番城島。城島使ってみたとか？おっつけてんのに引っ張ったぞ今。今日の先発は有原です。ビップさんなのかな、ツーシーム。おお、詰まりながら。お、2番松井和夫さん。ビットでランナーを一塁に置いています。カットボール。マウンド上のピッチャーは有原。え、ビップさんなのかな、試合集中できひんな、イーグルス打線がこれ。インコースに切れ込む変化球。よし、カット3球続けたれ。続け玉。甘い。ああ。誰だ。今甘かった。しかしまだ。フォークと見せかけて縦スラ。インコースしました。いいよいいよ。ビップさんもうそれだけ気になるわ。試合とかより。さあ、ボール球へフォーク。オッケーよ。コールドにされないようにしなきゃ。ワンアウトランナーありません。これが1球目。オッケー。確か落合さんも確か持ってたしな。ストレート。ツーシームと見せかけてストレート。ほらほら入る。同じとこからか通信。オッケー。え、こ、ビップさんこんな詰まんのかな。いや、分かれへんな。前田さんも確かにいたよな。いや、こ、ビップさん本物かな、偽物かな、あんなとこ振るのかな。まあまあいいでしょう、集中しよう試合に。特殊とかもしてるから B じゃないと思うんだよね。どうなんやろな、これ。先頭バッターとしての仕事をしたいところ。初球打ち。ああ、詰まったのか。いい感じだと思ったけど。大谷、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。ああ、ボールか。バッターボックス、ビシエド。ビシエド行こう。あ、振ってもだ、振ってもだ、振ってもだ。くぅー、ここも高めのフォーク。どうなの。あー、ナイス、ナイス回る、ナイスプレー、グップレー。ストレート。お、しかも自チーム楽天でなってんな。ビップさんで巨人じゃなかったかな。通信。オッケー、詰まった。おお、どうぞどうぞ。おお、どうしたんや、何やってんねん。キューバ柳田って ありえんのか。ほら、自チーム楽天、ビップさんの自チームって巨人だったような気がするんだよな。オッケー、どうすろ。さあ、落合さん行こう。オッケー、ナイス、落合さんいいよ、安打製造機。さあ、吉田正尚行こう。まっすぐ、まっすぐ。オッケー、いいよ。連打。一気、さよなら行こう、さよなら。山田哲行け。さよなら行こう。どうなの？ああ、ファール。どうなの、ワイ。さよならかと思ったら。ファール、ファール。ピッチャー交代か？ブセニッツ。ふわ、今行ったかと思ったけどな。ああ、それは合わしきれず。鈴木誠也頼む。7番ライト鈴木誠也。なんか、ああ、合わしきれず。坂本頼む。チャンスをものにしないといけないですね。さあ、
落とせ、オッケーフェア、あーストップしてる、ストップしてんのか。さあここはもう代打や、代打の切り札、デスパイネ、デスパイネ、さあ一本どう、おー合わしたのにな。いや負けたけど、こうビップさんなのかな、ビップさんあれだもんね、自身巨人だもんね。あちょっと目バードがどうなんやろね。でももっともうちょっと強いよね。ね、ビップさんもっと強いっすよね。こんなんじゃないっすよね。ちょっとこれはあの今のちょっとビップさんが気になってね、集中できなかったから、もう一回行こう、もう一試合しようね。3試合目今一勝一敗だからね、一問戦がさあ、ツーシーム。わあ、びっくりした、甘かったけど。オッケー、詰まった。お、吉川尚輝。さあ、フォーク。お、フランナー。高めのフォーク、抜けフォーク、カウント取り。あ、ボール？うわ、ストライクかと思ったけどな。連投や。オッケー、ナイス。で、同じとこから、ツーシーム。オッケー。でフォークと見せかけてストレート、見逃し三振。おボール、今日の審判きついな。おナイス、山出つ、ナイスナイス。3番福田コース変えてフォーク、ちょっと高かったね今、もうちょっと低め。ボールカウントはワンストライクです。バッターよく見ました。じゃあ同じとこからフォークと見せかけて通信。オッケー。で最後は落とす。オッケー。いい立ち上がり、いい立ち上がり。さあ丸いこうよ。ああ、あった、遅かったか。さあギータ行こう、ギータ。オッケー、フォークドンピシャ、オッケー、ナイスナイス、聞いた、よしビシエド行こう。いいよ、そこはほっとけ。あ、詰まった詰まった、これ連続して打てへんところが俺の弱さなんだよね。あー詰まった詰まった、つまるなぁ。よし、まあいいよ。こう抑えたら勝つよ。さあ、千賀行こう。ここはもう辛いなぁ。全然ストライク取ってくれんなぁ。ほら、ちょっと甘め投げるしかな。あ、危ね。落ち甘かった。ちょうど審判狭いな。オッケー。インローのストレート、力のあるボールです。159キロ。オッケー、落合さん、守備もグッド。守備もグッド。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。いいよ、初めて投げるカット。球が決まっています。ここ落としてきました。全然振らへんな。これが4球目。ストライクになります。ツーストライク、ツーボールと追い込んでいます。フォークと見せかけて。おー、ナイスナイス。ゴッペッチ。なんとなんと見事な完全試合を。オッケー。さあということでどうですか。あれ謎だね。2試合目のビップさん、あビップさんじゃないよね。でもどうですか、3試合2勝1敗まだまだ今達人9位なんでね、ちょっとここで今低迷してるんで、早く8、7とね上げていきたいなと思って、これから精進していきます。そして19日にね OB ちゃんのガチャがね あるっていうところと、で来週プロスペースのね特番もあるんで、皆さんぜひ、注目してください。ということで今回は試合やりました。プロスペース、リップさん、偽物だよね。